はい、短期決戦です。9月7日7時8分です。ビットコインは507,879円です。イーサリアムは37,370円です。ビットコインキャッシュは75,998円です。資産は134円です。24時間取引量合計は17,570です。戻ったね。50万回復だね、ビットコイン。イーサリアム。イタリアのクラシック、このライトコイン、ビットコインキャッシュ。リスクは 763.59、 リップルは 25.294、 Gキャッシュは 27,295、 ネムは 33.457。すごいな、全面高だな。なんでこういうことが起こる？財布トークンは 1.2954。 はい、はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。